こんにちは。眞子内親王殿下は皇室を離れるその日まで成年皇族のエースといっても過言ではないお方でした。ご豪華に際し、普通とは言い難い経緯をたどることになりました。あれほどの方々、誰もが驚き、将来を心配したことでしょう。実は小室眞子さんについて取り上げるつもりは全くありませんでした。すでに一般人になっていること、秋篠宮殿下が強いご判断を下されたこと、眞子さん自身も潔く身を引く形で皇室を離れたこと、ご結婚から現在に至るまで秋篠宮家をはじめとした皇族方と小室家に何の関係も認められないこと、これらが理由です。黒田清子さんのご結婚はとても嬉しかったです。特番には島津貴子さんがご出演なさり、皇室にいらした頃のお話、結婚後のお話をしてくださり、いずれもとても興味深く拝聴したものです。眞子内親王殿下ご成婚時は清子様が特番にご出演なさるのかしらと勝手に胸と決めかせ、来たるべきその日を心待ちにしておりました。平成29年5月、婚約が発表されました。お相手はかねてから交際なさっていた国際キリスト教大学の同級生、ご一緒に電車移動なさる姿を撮影されたことがある男性でした。この時点で4年ほどお付き合いなさっているとかで、秋篠宮同妃両殿下もお喜びのご様子でした。本来発表は同年秋の予定だったと報道されています。9月3日に天皇陛下の裁可を得、宮内庁長官が正式に眞子内親王殿下のご婚約を発表、記者会見が開かれます。眞子内親王殿下の幸せそうな笑顔は印象的でした。その3ヶ月後、年も押し迫った12月中旬、婚約者の実母に金銭トラブルが報じられます。報道内容は実に生々しいもので、借用した額面は400万円。借りた相手は元婚約者というややこしさ。その上、贈与されたものだから返す必要はないと親子揃って借りた相手に反論したと報じられ、婚約者は時の人から疑惑の人に転落してしまいます。情報が次々投下され、憶測が憶測を呼び、おおよそ事態の収拾には程遠い状況となり、困っている時にお金を貸してくれた人に礼さえ言えない非常識人という社会的評価が婚約者に下されます。翌年2月、過熱する一方の報道に、宮内庁が納采の儀を含む結婚関連儀式のすべてを2年延期すると発表という文言が加わります。これは平成時代の天皇陛下がご上位なさることを踏まえたスケジュールと説明が加えられました。婚約者とその家族に関する報道とは無関係との立場を宮内庁は明確にしたのです。しかしこの説明を真に受ける人はあまりいなかったように思います。眞子内親王殿下はこの時、婚約についての報道が先んじたことに言及なさりながらも、本来であれば婚約内定の発表をするまでにその次元に到達していることが望ましかったとは思いますが、それが叶わなかったのは私たちの未熟さゆえであると反省するばかりですと、いじらしいお気持ちを公表なさいました。内親王の結婚に前向きなご姿勢を心配さえしました。本当にあの男性で大丈夫なのかと。この時、宮内庁が婚約者の身辺調査をしなかったことが話題に上りましたが、その理由を秋篠宮殿下からストップがかかったとしたことに怒りを通り越し、呆れ返ったものです。前にもお話しいたしましたが、このような場合、殿下がどのようにおっしゃろうが、それはそれとお受けした上で調査はすべきでした。どのような結果が出ようと、以降のことは眞子内親王殿下を中心とした秋篠宮家の皆様がお決めになられること、せずともよいとお言葉を賜っていたにもかかわらず、調査をしたとなれば叱責されることは自明でしょうが、それはそれ、これはこれです。今更言ってもせんないことなのですが、宮内庁の秋篠宮家に対する極めて消極的な姿勢に大きな疑問符をつけたくなる出来事でした。8月、婚約者はアメリカへ立ちます。弁護士資格取得のためというのがその理由でしたが、恋に落ち、この人と添い遂げたいと考えるなら、まずは自分がその人に見合うだけの体力を身につけ、万全の体制を整えてからお迎えするのが筋ではないかと思いました。
身分を明確にできないうちから皇室と縁続きになることの重大さを全く理解も想像もせずに、単に眞子内親王殿下に恋心を抱き近づいたというなら、とんだたわけ者だと感じたわけです。婚約者がアメリカへ立ってからも、眞子内親王殿下はつつがなく公務を務めになられました。この年は7月にブラジルを公式ご訪問、8月に鳥取県おなり、他にも様々なお務めを果たしておいでです。特にブラジルご訪問は、叔父である金城陛下が平成20年皇太子時代に公式訪問しておいでですが、この時皇太子のおなりを待ちわびた日系人の皆様の気持ちを踏みにじるような真似を殿下はしてしまい、大変な禍根を残してしまわれました。眞子内親王殿下が10年後改めてご訪問なさり、きめ細やかなお務めをしてくださったことで、日本国民を含む多くの人々の心は慰められ沈められたのです。大変な状況に置かれても真摯にお働きくださる眞子内親王殿下が傷つくことのない最善の選択がなされることを祈るほかありませんでした。11月、秋篠宮殿下はお誕生日に際しご会見で、話題になっていること、これについてはきちんと整理をして問題をクリアにするということになるかもしれません。やはり多くの人がそのことを納得し喜んでくれる状況にならなければ、いわゆる婚約にあたる納采の儀というのを行うことはできませんとのお気持ちを表明なさいました。大変強いご判断であると感じました。問題の本質を的確に捉え、私たち下々の者がどのように眞子内親王殿下のご婚約を受け止めているのか、殿下は深くご理解なさっていると思いました。紀子妃殿下は娘を思いやる気持ちを言葉をお選びになりながらも切々とお述べでした。案ずるお気持ちが痛いほどに伝わり、誰も傷つかずに済む方法はないものかと思案したものです。平成31年1月、婚約者はこの問題は解決済みとの声明を発表しました。問題は全く解決していないとする貸した側、あのお金は借りたものではなく支援していただいたものとする婚約者側、世間は貸した側に軍配を上げました。言論人はハンデをしたように400万円くらいさっさと返せと持論を述べましたが、庶民にとって400万円とは大金で、くらいと言ってのけられるほどはした額ではありません。日本人の平均年収は現在461万円とされています。この額で家族を守り支える人は多くいます。それほどの金額を借りたものではないと言い切り、返す必要はないと認識し、支援については解決済みと理解していると述べる親子に対する不信感はもはや止めようがないところにまで達していました。眞子内親王殿下が婚約者の言い分を全く疑うことなく鵜呑みにし、信じきっていると報じられたことも拍車をかけました。目を覚ましてくださいと声を上げる人が日を追うごとに増え、かくいう私はどんな説明を受ければ400万円という大金を返さなくていいと納得することができるのだろうと、その説明を聞いてみたいと思っていました。膠着状態が長く続いたこと、婚約者側に金銭トラブルに対する誠意が全く見られないこと、これらを合わせ、眞子内親王殿下にはもうご結婚の意思はないのではと考えるようになった令和2年11月、私たちにとってはお互いこそがかけがえのない存在、結婚は私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択とのお気持ちを文書にしたためられます。これには正直驚きました。それでもなおあの男性と共に生きたいと望まれる理由は何だろうと。この頃、おおよそ生涯を共にできるような人間力は持たないと理解していましたので、眞子内親王殿下の言葉には驚愕した以外の感想はありませんでした。その後開かれた秋篠宮殿下のお誕生日に際したご会見で、殿下は正式にご結婚を認めになられます。憲法にも結婚は両性の合意にのみ基づいてというのがあります。本人たちが本当にそういう気持ちであれば、親としてはそれを尊重すべきものだというふうに考えています。このように述べられた後、改めてこうもおっしゃいました。長女の結婚について反対する人もいますし、賛成する人もいますし、全く関心のない人もいるでしょう。あくまで私の主観になりますけれども、感じとしては決して多くの人が納得し喜んでくれている状況ではないというふうに思っています。本来祝福されるべき内親王殿下のご結婚に民意が立ちはだかりました。このような構図が出来上がったのは、婚約内定と報道があった平成29年から4年も経った頃、裏を返せば4年かけて分断させられたとも言えると思います。令和3年4月、婚約者は実に28ページにわたる文書を発表します。
秋篠宮殿下はご会見で何らかのものを発表する必要があると私は思っていると述べておられます。私たち国民がそれと納得できるような説明を婚約者からするよう求められたものと理解しています。公表された文書はネットで読むことができました。早速読んでみましたが、本文4ページで挫折してしまいました。これを読める人がどの程度いるのだろうというか、死んだ翌日、全文読んだが全く理解できなかったという猛者が数人メディアに登場するなどし、その胆力に圧倒されたものです。読んだ方の解説を参考にいたしますと、支援してもらったものを貸したと言われ困惑したが、食い違いなくし解決することが肝要という内容だったそうです。これを西村康彦宮内庁長官は、非常に丁寧に説明されていると感じた、事実関係について理解できたと絶賛してしまいます。これに猛反発する人々が続出し、火に油を注ぐ結果となってしまいました。解決金を支払わないという婚約者側の基本方針は、眞子内親王殿下のご意向が大きかった。加地隆治皇嗣職大夫はこのように発言しました。これを機に皇族が民間人の交渉に深く関わったことで、相手側は泣き寝入りするほかなくなったとする報道が出てしまいます。しかしこれは、支援されたと理解しているものを途中からあれは貸したものと言われ困惑しているという婚約者の主張をお聞きになった眞子内親王殿下が、返済すれば万事丸く収まるとは限らないとお感じになり、相手側の出方を待ちましょうとご提案なさっただけではと思いました。加地皇嗣職大夫の死因は定かでありませんが、この方は少なくとも秋篠宮家の皆様を貶める危険性があると判断したなら、それを犯してまで持論を述べるようなことは決してなさいません。ここに来て相手側の言い分に首をかしげるようになりました。そもそも金銭トラブルとされる内容のものを、この人は代理人を通しているとはいえ、なぜペラペラとマスコミに垂れ流すのか。婚約者の認識や理解が薄いのであれば、それこそ弁護士を雇うなりして交渉すれば済むことであるのに、ああでもないこうでもないとぐずぐずと、今更ながら不審の目を向けるようになりました。令和3年9月、婚約者は帰国します。伸ばした髪を一つに祝い、オフィスカジュアルに身を包んだ姿はおおよそ皇室と縁続きになれるような人物ではないと誰もが判断するようなだらしないものでした。翌10月、スカイプ等でやり取りしていたとはいえ、3年ぶりに眞子内親王殿下と再会を果たします。互いの顔を見てほっとしたのではないかと案ずる反面、帰国時の厳重な警備や自宅に美容師を招きヘアカットしてもらったという細微なことまで続々とバッシングが湧き上がる現実に、本当にこのまま結婚してしまわれるのかと不安になったものです。二言目には税金がと非難されていましたが、あれほどバッシングが過熱していましたのに、婚約者の身に不測の事態が起きないと誰も断言できなかったはずです。それを本人の席と帰結させるのは簡単ですし、必要経費はできる限り抑えるよう常々お考えである秋篠宮同妃両殿下が、このような場面を歓迎なさるとは到底思えません。どうしようもない事態にどうすることもできないまま突入してしまったというのが率直な感想でした。10月26日に結婚すると宮内庁は発表し、午後には揃って会見の場へ。質疑応答はなく、質問を事前に受け取って文書にて回答する形式を取られました。会見中、眞子さんの首から胸元にかけて赤く腫れのようなものが広がる様子が見て取れ、マスコミにも、おそらくは国民にも大変なアレルギーを感じておられるのだろうと思いました。この場で婚約者から支援者であった人の窓口は週刊誌の記者であることが明かされます。同時に騒動により実母が仕事を退職せねばならなくなったこと、自身も身の危険を感じながら生活していることを明かします。日本国民が総じて敵に回ったような状況でしたから、そう感じてしまうのは仕方のないことであったでしょう。日本が世界に誇る大親王殿下は、納采の儀も国旗の儀も受胎の儀も行われず、辞退なさったことによりお支度金の受け取りもなさらず、異例尽くしのご結婚を経てアメリカへ渡られました。皇室を離れる直前からご態度がかなり硬化してしまわれていることに気づき、このような形でお別れすることになってしまったことに形容しがたい気持ちを抱きました。宮邸を離れるとき、紀子妃殿下のおつらそうな表情を拝見し、おっしゃりたいことのほとんどを飲み込んでこの国を離れるのだと感じました。あれほど誠実にお働きくださった内親王殿下が、このような形で皇室を離れることになってしまった事実に言葉をなくした方も多かったのではないでしょうか。
帰国の意思がないとされる眞子さんは、ご結婚なさってから3年が経とうとする今も、心ないバッシングにさらされています。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。